ケイコ・フジモリ、ケイコ・ソフィア・フジモリ・ヒグチ、ケイコ・ソフィア・フジモリ、ヒグチ、日本名、フジモリ・ケイコ、1975年5月25日台は、ペリューの実業家、政治家、人民勢力党党首を務める。フジモリは、ブラジルの建設企業、デブレヒトのスキャンダルに関与したと言われている。2018年10月31日、 リカルド・コンセプシオン・カルアンチョ・ハンジは藤森がリーダーを務める政党、人民勢力党、フエルサ・ポピュラールの調査の一環として、2011年の大統領選に絡んだオデブレヒト社からの120万ドル、約1億3500万円のマネーロンダリング疑惑、オペレーションカーウォッシュにより、彼女に36ヶ月の予防交流を命じた。リカルド・ハンジは、 マネーロンダリングに関連する犯罪組織を藤森が運営していた疑いがあり、逃亡する恐れもあるとしている。2018年11月1日、藤森は女性刑務所アネクソムヨヘレスチャオラローズへと移送された。これによって2021年の大統領選に立候補することはほぼ不可能となった。ペルー共和国第91代大統領アルベルト藤森と スサーナ・ヒグチの長女、第一子として、リマに生まれる。1993年、米国に留学し、ニューヨーク州立大学、ストーニブルック校に入学。1997年に、ボストン大学を卒業。その後、ペルーに帰国するが、2004年に再度と米し、コロンビア大学コロンビアビジネススクール終了。学位は、MBA。 1994年8月には、当時大統領職にあった父アルベルトと母スサーナが離婚したことを受け、母の代わりに19歳でペルーのファーストレディに指名された。ファーストレディとしての仕事は、父アルベルトが2000年に大統領職を罷免されるまで続けた。母スサ、ナヒグチは、全部、藤森前大統領と日本の支持者からの寄付を含む、 腐敗告発を沈黙させるため、いくつか努力を続けたという。2001年、樋口は、ペルー陸軍の情報機関によって、年、500回拷問されていたことを、藤森の腐敗調査捜査官に語った。また彼女は、藤森前大統領が彼女を殺すように命じたが、大統領の右手だったペルー情報局顧問ウラジミロ、モンテシノスが敬虔なカトリック教徒であることを理由に、 拒否したという。藤森前大統領は、樋口の拷問を否定した。彼は、背中と胸の傷跡は拷問ではなく、伝統的な日本の漢方治療、旧であると主張した。2004年に、コロンビア大学の同級生で、イタリア系アメリカ人のマーク・ビラネラ、IBM コンサルタントと結婚。2005年に、ペルーに帰国。以後、本格的に政治活動を開始した。 夫、マークは2009年にペルー国籍を取得し、アメリカとの多重国籍。マークとの間に二人の娘、キアラとカオリを設けている。2006年にペルーの総選挙に出馬したケイコは元大統領の娘という圧倒的な知名度を背景に、一つの選挙区としては過去最大の個人得票となる60万票余りを集めて当選する。国会議員となった。 この選挙で、父アルベルトが率いる、未来同盟、は、共和国議会の院内会派で第四党となり、稽古は、その主要メンバーとして活動した。2009年に、アルベルトが有罪となり、金庫25年の判決が下ると、分裂していた藤森派の議員を急行する、中道派の政党フェルサ2011を立ち上げ、稽古自身はその党首となった。新党結成後、 2011年の大統領選挙が真の意味で父の有罪、無罪を決める場になると発言し、2011年の大統領選挙への出馬を強く示唆した。2006年に国会議員に当選して以来、慶子の支持率は20%程度を常に維持しており、早くから有力な次期大統領候補の一人と目されていた。慶子支持の背景には、 1980年代のハイパーインフレを抑え込んでペルー経済を立て直し、麻薬組織及び左翼ゲリラによる国内の混乱を鎮静化させ、貧困層への富の再分配を行った父、アルベルトへの称賛がある。そのため大統領選挙への立候補表明後は、服役中の父の功績を強調する戦術を取ってきた。さらに当選すれば、 父親の恩赦を行うと公言することで、父、アルベルトの支持者が多い貧困層から支持を得ることに成功した。しかし一方で、ペルー国内では、政権末期に憲法停止や人権抑圧を行ったアルベルトへの反発も強固に存在している。例えば、ノーベル賞作家、バルガス・リョサは、罪に問われ、収監されている独裁者の娘が当選したら国の破局だ。 阻止するために、あらゆる手段を取ると発言しているほか、父親の恩赦以外に目立った政策がない。恩赦は民主主義に反するといった批判が、従来のペルー政治を支配してきた富裕層、保守層を中心に展開されている。父、アルベルトの清方いなかばする評価がそのまま、慶古藤森への期待と反発に直結している、格好である。なお、口述の通り選挙戦後半からは、 父、アルベルトを恩赦する考えはないと方針を改めている。こうした情勢の中2011年4月10日に実施された大統領選挙で、慶子藤森は344万票余りを獲得して2位となった。ペリューの大統領選挙では過半数を獲得する候補者がいない場合、上位2名による決選投票が行われる。そのため、得票数で1位となった。 左派で、元陸軍中佐のジャンタウマラとの決戦投票に、進んだ。また、同日行われた、総選挙で、稽古藤森率いる、フエルサ2011は、共和国議会の会派として、第二党に躍進した。決戦投票は、第一回選挙で参院以下になった、主要候補の票の取り込みが焦点となった。ウマラは2006年の大統領選挙では、 第一回投票で1位になりながら、決戦投票で敗れている。ウマラは、当時から、ベネズエラの大統領ウゴチャベスと、名友関係にあり、天然資源の国有化や、政治腐敗の一層、教育の無料化、憲法改正、メディア規制などの急進左派的な政策を強く打ち出す、ことで貧困層の票の取り込みに成功していた。そのため、ウマラに、危機感を持った、対抗陣営が、 決戦投票では揃って反対に回り、結果第1回投票で2位だったアラン・ガルシアが勝って大統領になった経緯がある。しかし2011年の大統領選挙では、ウマラとチャベスの盟友関係は保たれているものの、懸念されていた天然資源の国有化などの資源ナショナリズム的な主張は口にしなくなり、鉱山企業への課税強化や国内で算出される天然ガスの 国内価格引き下げなどの恩恵な政策へとシフトしている。しかし、ウマラが大統領になれば好調な経済を推進してきた経済政策が返され、ペルーがベネズエラ化するとの警戒は、経済界、富裕層を中心に根強く存在している。2002年以降のペルーは豊富な埋蔵資源とその、値上がりを背景に毎年4%以上の 経済成長を維持しており新興成長国の仲間入りを果たしつつある。この成長に伴って貧困問題は徐々に改善されつつあるものの富裕層と貧困層の所得格差は急速に拡大している。また、それに補調を合わせるように都市部と農村部でも経済的な格差が大。特に所得格差に対する不満が貧困層で増大しており、これが 生まれや藤森が躍進する要因の一つとなった。その反対に、首都、リマなど都市部の富裕層中間層の有権者からすれ、決選投票に残った二人は最も拒否感が強い存在とも言われ、選挙戦終盤になっても誰に投票するか決めていない有権者は全体の2割に達するとの推計が出ていた。こうした状況の中、第一回投票で4位となったトレド元大統領は、 古くからアルベルト・フジモリの性的であったこともあり、早々に生まれ支持を表明した。3位で、元首相のクチンスキーと、5位で、元リマ市長のカスタニエーダは、中道右派で、政策的には、左派の生まれより自由主義経済、市場開放路線の継承を訴えるフジモリに近い。この2候補が、フジモリ支持に回るための課題として言及した問題が、父、アルベルトを恩赦することの是非だった。 こうして、藤森は、父、アルベルトを支持する層を納得させながら、恩社によってアルベルトが、正解に復帰することを警戒している、保守層や中間層の支持を得なければならない、難しい立場に追い込まれた。結局、第一回投票が近づく3月上旬頃から、父の恩社についてほとんど言及しなくなった藤森は、第一回投票を経て、決選投票を前にした4月18日には、ついに、 父の政治手法が強権的であったことを認め、神に誓って、父の赦免はしないと明言するに至った。5月上旬のインタビューでも、同様の考えを示している。しかし御社しないと表明した後も、父は無実だと信じていますが、法には従いますとして、父は無実であるとの考え自体は変えていない。また、地元メディアによると、藤森は自身の当選後、 憲法裁判所が体制の意を組んで父、アルベルトを裁いた最高裁特別刑事法廷に裁判の見直しを命じ、その上で父の無罪を勝ち取るというシナリオを描いていたとされる。アルベルトの恩赦を否定する発言を始めた直後から藤森は支持率で馬らを吸追し始めた。第1回投票で8ポイントあった差は4月末の世論調査ではほぼ拮抗し、 選挙戦中盤の5月上旬にはついに、馬らを抜いて、ほとんどの世論調査で逆転した。しかしその後、馬らも巻き返し終盤まで、ほぼ互角の状態が続いた。接戦が続いた、選挙戦は、激しさを増し、馬ら支持が強い南部の州では、遊説に訪れた藤森に対し住民が、石や卵を投げつける騒ぎまで起きた。 また AP 通信は選挙戦終盤の5月25日に、藤森の夫マークベラネラの父が、1992年、及び2000年に合わせて約1万1000ドルを脱税したとして、罰金5 0 0 0ドルなどの判決を受けていたと報じた。この報道に関して、藤森は事実関係を認めている。これまでどちらの候補を支持するか態度を保留していた、クチンスキーとカスタニエダは、 選挙先週版の5月下旬に藤森に投票すると相次いで表明した。決選投票は6月5日に行われ、馬らが793万7704票を獲得。藤森の749万647票を僅差で上回り、馬らの発した勝利宣言に対して選挙結果を真摯受け入れるとともに、馬ら氏に心から祝いを申し上げると声明した。 なお、白票と無効票を合わせた数は103万票余りで、全投票数の6.304%だった。2016年4月10日に行われた大統領選挙で、藤森は候補者の中で第1位の得票率を得た。しかし当選に必要な過半数に満たなかったため、得票率第2位のペドロクチンスキー元首相との間で6月5日に決選投票が行われ、 得票率49.87%で、クチンスキーに敗れた。メディアの報道によると、藤森の党、フェルサ2011のホワキン・ラミレス、J 事務局長は、米国の麻薬取締局、US ドラッグエンホースメント・アドミニストレーションが、マネーロンダリングの儀で捜査中だったとされる。藤森の党が将来権力を握った時のための投資として、 オデブレヒト社が贈賄を行っていた疑惑が持たれ、調査されていることが報告された。マルセル・オデブレヒトは2016年大統領選挙での彼の役割を認めているが、藤森は彼女に対するすべての疑惑を否定している。2018年10月10日、藤森はオデブレヒト社のスキャンダルとマネーロンダリングの疑惑を取り巻く調査の一環として警察に拘束された。 彼女は拘束後の10月17日、交流から解放された。しかし、検察官による新たな交流申請が提出され、2018年10月31日、36ヶ月の予防交流を言い渡された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。